はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、健康のための食材についてお話しさせていただければと思います。はい、今まではですね、調味料ですよね、サシスセソというところで調味料を中心にお話しさせていただきました。で、ここからはですね、じゃあ食材ですね、食材はどういった食材を取ればいいのかっていうところをですね、何回か動画をですね分けて説明させていただければというふうに考えています。はい、まず今日はですね、ざっくりとした説明になるんですけども、食材っていうのはですね、いわゆるスーパーフードっていうふうに言われている、すごく栄養価が高いもの、外国からこう入ってきているようなものとかもありますけど、実際私がですね提案させていただくものっていうのは、普段本当に簡単に手に入るものなんですね。はい、実際のところそういったものになります。はい、それをですね、頭文字を取ってですね、便利な言葉がありますので紹介させていただきます。ご存知の方多いかと思うんですけども、孫は優しい、はい、孫は優しいという言葉をですね、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。はい、結構健康に気を使っている方、ご存知の方多いかと思うんですけども、この孫は優しいという食材をですね、取っていただくことによってですね、よく三大栄養素っていうふうに言われますよね。タンパク質、脂質、炭水化物っていう三大栄養素、あとですね、ビタミン、ミネラルだったりとか食物繊維だったりとかですね、今はですね、ファイトケミカルとか言われたりしますよね。少しずつこう3大栄養素、5大栄養素、7大栄養素が増えてますけど、そういったところをですね、一つ一つこう栄養価をですね、ビタミン C を取るためにじゃあ何々を取ろうとか、ビタミン E を取るためにじゃあこのサプリメントを取ろう、アーモンドを取ろうとかじゃなくてですね、この孫は優しいっていうものを1日の3食でも2食でもいいですけども、まんべんなく取ることによって、その3大栄養素、5大栄養素、7大栄養素っていうものがバランスよく取ることが実はできるんですね。なので本当に便利な言葉です。なのでこの普段の食事で孫は優しいっていうところだけ意識していただくだけで本当に十分なんですね。それ以外のですね、例えば本当に、チアシードだったりとかですね、アサイだったりとかですね、そういったこうポリフェノールが豊富だとかですね、そんなところはですね、はっきり言って気にする必要ないです。はい、この孫は優しいっていうところだけ気にすればですね、特に私たち日本人にはとても体に合った健康的な食事になっていくんですね。はい、この詳細というかですね、細かいところは次回以降の動画でお話しさせていただくんですけども、これじゃあ孫は優しいというのは何なのかっていうところをですね、ざっくり説明させていただきます。まず間ですね。間っていうのは豆です。豆ですね、豆類ですね。はい、大豆だったりとか小豆だったりとかですね、いろいろありますよね。豆類です。はい、ごはごまですね。はい、ごまっていうのも、種類ですよね。はい、種子ですよね。豆類、種類ですね。で、和っていうのはわかめ、海藻類ですよね。ちょっと出が悪いですね。はい、海藻類になります。昆布だったりとか海苔だったりとかですね。で、やはですね、野菜です。出が悪いですね。はい、ちょっと見づらいですけど野菜です。はい、野菜ですよね。季節の野菜っていう風になります。今はこの動画を撮ってるのは冬ですけども、大根だったり白菜だったりとかですね、こういうごぼうだったり根菜類が多いですよね。はい、で、さっていうのは魚ですね。魚っていうのは魚になります。特にまた魚の回で説明させていただくんですけども、小魚を指します。小さな魚ですね。はい、で、しっていうのは椎茸。はい、椎茸ですね。これはキノコ類になります。はい、カルシウムだったりとかですね、食物繊維が豊富なキノコ類になります。しめじだったりとか、えのきだったりとか、いろいろ、まいたけだったり、いろいろありますよね。いは芋類ですよね。はい、芋類っていうのはじゃがいもだったり、さつまいもだったり、今だったら里芋だったりですね、長芋だったりとか、いろいろありますよね。私の地元の湘南ではですね、菊芋っていうですね、ちょっとまた珍しい芋があったりするんです。とても美味しいです。はい、芋類、こういったものをですね、1日のうちにまんべんなく摂ることによって、タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカルとか、そういうですね、必要な栄養素っていうのがまんべんなく取ることができるんです。すべてはバランスが大事だと思ってください。何を取ればいいっていうことはないです。ベータカロチンだけ取ればいいとかですね、ビタミン C だけ取ればいいとか、ね、リンゴだけ取ればいいとか、そういう問題じゃないんですよ。バランスです。バランスが一番大事になります。
なのでこの孫は優しいっていうところを意識するだけでいいです。本当にこれだけでいいですから、このですね詳細についてですね、じゃあどういうふうに取ればいいのか、どういったところを気をつければいいのかっていうところは次回以降またお話しさせていただければと思います。とっても本当にですね奥が深いって、でも実はシンプルだったりしますので、皆様ですね次回以降の動画も楽しみにしていただければと思います。今日は孫は優しいっていう言葉だけ覚えていただければと思います。それ以外は食べなくてもいいです。孫は優しいだけ意識してください。はい、そうですね、またこういったところ個別にですねご質問されたい方はですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひですね個別のメール相談していただければと思います。無料でお答えいたします。またですねこれからちょっと孫は優しいについて何回かに分けて説明させていただきますので、ぜひチャンネル登録していただいてですねお見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。